にちは、ゆめみんです。ゆめみんです。あけましておめでとうございます。今回はですね、お正月といえば、何ですか、楽しみといえば、今日はこちらです。こちらです。シュー、おー、ビレッジヴァンガードの福袋開けていきたいと思います。ちなみに今回はピンクと黒の2種類です。福袋で、A ちゃんがピンク。あ、そうなの、もう決まってるんだね。福袋ってやっぱ楽しいじゃないですか。ビレッジヴァンガードはいつもね、もうなんか何これみたいなのがいっぱい入ってる、こうスペシャルな面白い福袋なので、もう私は何が入ってるか全く知りません。じゃあどっちから開ける？これから。ピンクでいい？ピンクでいい。よし、じゃあピンクから開けたいと思います。それでは行きます。はい、じゃあまずピンク開けていきましょう。何が入ってんだろう、何が入ってんだよ、ね、ちなみに2022福袋ピンクはね、3600円でございます。モフモフフォーエバーな福袋だって。パッケージデザインはなんと YOASOBI のアーティストビジュアルを手掛けた琴つみさんが書いてあったので、なんか今風なんだじゃあ開けます。モフモフフォーエバーだよ。フォーエバー。じゃあ一つ目いきます。じゃん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 。じゃんじゃん。お、なにこれ。エコバッグかな。フレンテ。フレンチ。フレンチ。フレンテ。エプロン。エプロンかな。あ、エプロンだわ。エコバッグかと思った。エプロン。かわいいじゃん。ブルーの花柄のエプロン。ちょっと開けてみるよ。もうさ、いろんなの入ってんだよね、ほんとに。いきなりエプロン入ってるとかある？モフモフフォーエバーなのに。じゃーん！え、かわいいじゃん。パパ用かな？こんな感じのデザインです。かわいいじゃん。じゃあ、つけてみる？じゃあ、次いきます。てんてれ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 。なにこれ？ちょっと待って。なにこれ？やすり。なに？あ、板かわいいじゃん。でっかいな、いい板には。みんなに見せてごらん。私がつけたらこんな感じよ。ドレスみたいなの長くて。え、これ何？何なのこれ？商品なの？何にも書いてないけど。いきます。てってれ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 。え、何これ？待って。プレゼントバッグ。あ、なんかこう、この中にこう入れて、こうリボンでこう結ぶやつ。なんで入ってんのこれが。もうなんか入ってるよ。面白くない？なんか謎すぎて。なんか入ってる。プレゼントバッグが出ました。次。てってれてってれてってれ。お、超高機能立体マスク。マスク。しかも緑。絶対私買わない色だ。開けないの？開けなくていいか。次。てってれてってれ。これやっとモフモフっぽいの出てきたよ。はい、なにこれ。エコバッグだって。え、これエコバッグなの？こんなちっちゃいのに。あ、エコバッグだよ、皆さん、ほら。皆さん、ほら。あ、待って、出た、なんか出た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 。これだって。ちっちゃい。え、待って、ちっちゃい。もうコンビニとか行っても弁当は入らないぐらいのちっちゃいエコバッグ出ました。モフモフ、やっとモフモフっぽいの出た。次、次これいきます。じゃん、ソフトクッション。クッション、モフモフだよ。あ、あ、でもこれ結構いいよ、肌触り。触ってみ。で、これ何でしたっけ？どうですか？うん、どう？気持ちいい。去年もさ、あの、トラ、トラ、あれ、牛のさ、あの、お尻にクッションついてる服出たよね、覚えてる？私、これが多分メインです。いきます。ちゃっちゃらちゃっちゃら。バーン。はい、出ました、トラです。トラです。モフモフフォーエバーとは。あ、待って待って、ちゃんと書いてあった。プレミアムネムネムアニマルズ抱き枕 M です。抱き枕ってことね。ねんねんすんだって。おぉ、いや、え、触り心地めっちゃいいよ。モフモフしてる。モフモフ。タイガー。タイガー。
どういた？どういた？イタ。これだってイータの方だもんね。ピンク全部イータのだよ。次行きましょう。じゃあトウくんの行こう。これマジ謎なんだけど、はい、未だにこれが謎なんだけど。あ、じゃあいらないやつを全部。じゃあこちら今度はね、黒の方開けていきたいと思います。こちらはねランクが高くて、こっちはね5500円です。こちらはね QOL 向上委員会からのお知らせな福袋、お宝探し2022ビルバン福袋らしいです。 QOL って何ですか？クオリティです。当たる、生活のこうクオリティオブ、クオリティオブ、なんだっけ、ライフ、生活を豊かに。よし、じゃあ行くぞ。またね、どんなものが入っているのでしょうか。開けます。レモンティー。お、なにこれ。はい、はい、モンスターピックス。あ、いいじゃん、じゃあお弁当とかに入れるピックかな。まあなんかパーティー、パーティーピックだ。いいじゃん、いいじゃん。ほら、トク好きそうじゃん、こんなん。絶対やってる。これ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 、いきます。じゃじゃじゃん、なんだこれは。ちょっとなんか詰まってるね。ちょっと大事、あ、割れちゃうやつだ。これ気をつけないといけないやつだね。これは流行ってるグラスじゃないですか。これはいきます。じゃじゃじゃーん、アドベンチャーって書いてあるけど、アイスクリームカップ3つ入りですね。だからこうプチプチに入ってたら、うわ、すごいじゃん、これ。ほら、流行ってるよね、最近。これ、アイスクリームを入れるやつ。すげえ限定的な使い方しかできないやつだけど。次、はい、こちら、じゃじゃん、なんだっけ、これ。ショーンとかじゃなかった、なんだっけ。ショーンナイトキャップの、ま、キーホルダーですね。寝る時のショーンのキーホルダー。ね、ごめん、かな。あの、すごいなんて言ったらいいかわかんない突っ込みどころなんだよね、わかる。ネタだよね。次行きます。結構入ってるよ。こちら、除菌ウェットティッシュ75%。 これは大人しか使えないんだよ。これこそ QOL じゃん今。これ QOL じゃないでしょ、絶対。あ、ロゴ的にはいいものじゃない。行きます。じゃじゃん、おうちうち、マーベルのグラスです。え、ちょっと待って、これすごくない、なんかここ、え、なんかくっつけられるようなデザインなんだけど。え、ごめん、教えてください、何ですかこれ。カラビナ付きです。へえ、カラビナ付きの。トックン、これトックンのね、じゃあ。ごめん、あの、詳しくなくて申し訳ない。ウィンターソルジャーって書いてある。わかんないわ。レンジ行くか。よろしくお願いします。はい、かけんの？モンスターだよ。ほら、モンスターだよ。こういう感じ。モンスター？開けといてあげるよ、ほら。危なくないよ。うん、全然危なくない。かわいいじゃん、これおもちゃになっちゃいそうなんだけど。じゃん、開けたいって言われたんで開けました。なかなかかわいい。これをこうやって刺すのね。指入れて、いちごとか刺して食べるみたいな。かわいいじゃん。QOL っていうんですかね、これが。QOL 向上ね。あとね、2つです。次こちら。え、何これ、カクテルグラス。これが。グラス好きなんだ、何？ QOL はグラスで上がるってこと？ショットグラスだね。でも靴のグラスとか用途何って感じ。うん、一応こういう感じ。ビールブーツ、マティーニグラス、ワイングラス。開けてみる。32mm だけど。開けてみようか。これも可愛いよ、可愛い。どっちがいい？ちっちゃいね、きっと。見て、見て。え、どっちがいい？どっちがいい？この子が欲しい人。これがいい人。これ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 、はい、開いた開いた、行きます。おおお、汚いんだけど。ちっちゃい、危ない、これ割れる割れる。なんかインテリアっていうか、そうだね、これもなんか、なんだろう、なんか
なんだろう、このなんか汚い感じ。汚いって言うね。まあ、自分では買わないのが面白い。自分では絶対買わないよこれ。何？じゃあもうこちらが最後の商品です。 QOL 工場といえばこちらでございます。コットンキャンディー。そうですよ。綿飴だって。やったじゃん。乗りたいよね、イータン。色だめ、赤ついてる。それで綿飴を食べてクオリティを上げようってことなんだよ、きっと。開けたいよね。もうイータンが好きそうな見た目してるもん。中身見たらイータンびっくりするよ。あ、おもちゃじゃないのよ。本物なのよ、イータン。本物なんだよ。イータン、おもちゃじゃないのよ。おもちゃじゃないのよ、イータン。痛い。これ本物なの。本物だよ。うわ、ちょっと危ない危ない。これどうやってやるの。こっちじゃないか。カマ、はい、うん、乙女だ。ガリクリ、キーボーエル上がってますか。上がってる、上がってる。わたあめ、初めてかな、わたあめ食べるのね。ねえ、もうじゃん、初のわたあめじゃん。ほら、上がったじゃん、生活のクオリティが。皆さんもよければまた飴を食べてお正月を迎えてみたらいかが。お正月を楽しんでいきましょう。これ洗うの大変そう。まあちょっとビレバンのね、福袋はねちょっと面白いので、毎年恒例のように、毎年恒例のようにやってますけれども、いや、なかなか癖が強い。ここまで見ていただきありがとうございます。この動画からぜひグッドボタン、チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。またね。これ食べるの？じゃあ食べていいんだよね。これパパが作ってくれたハウス。じゃあまた飴で。うん、これ。上がってるよ、気温。あ、ダメ。うん、ね、ちょっとでも怖かったけど爆発するんじゃないか。デンジャーホーって書いてあるから。